皆さんこんにちは、大チャンネルです。よろしくお願いします。今日はですね、鴻巣市にあるエルミ鴻巣に来ているんですけども、ここにはですね、なんとご覧ください。じゃーん、3月3日はひな祭りですね。というわけで、ここはね、毎年なんですけど大きなね、ひな壇が飾ってあるんですね。ここはあのお祭りのメイン会場ということでね、毎年こうやってね飾ってあるんですけども、今年も見に来ました。ここにねちゃんと書いてありますね。鴻巣びっくりひな祭りとね書いてあります。ね、すごいですね。うわ、今上から見下ろしているんですけど、すごいですよ。後でね、下からも見てみたいと思うんですけども、すごいですね。うわ、圧巻です。こっちにいっぱいあります。華やかですね。今ね、3階から今度2階に降りてきました。少し接近しました。どうでしょう。すごい、大きいです。ちょっと拡大してみましょう。うわー、すごいな。今下に降りてきました。すごいですよ。じゃーん。まだまだ上がある。うわ、すごっ。こんな感じ。7メートルぐらいあるのかな。すごい、いっぱい並んでますよ。すごっ。じゃあせっかくなので周りを一周してみたいと思います。すごいね、これ準備も大変ですよね。
今これで半分ぐらいかな。すごいね。今これで半分まで来ました。おお。すごっ。もうすごいしか言いようがないです。見に来てる人もいっぱいいますよ。はい、これでね、一周しました。おの会場からお届けしました。では今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。